ジョニートークジョニートーク、はい、ボリューム49よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はい、配信ライブ直後にこれを撮ってますけども、はい、おかげでたくさんゲストがいます。お腹すきました、ドンです。それを入れんのかこっちから紹介しますよ。こっちからって言われてもね、はい、音声だけだけど、私の方から、はい、下手から、はい、上手、はい、アパッチ、どうもアパッチです、よろしくお願いしますいつもの感じが出ました。そうです、出ましたね、はいはい、のっけがこれだとねさあ次どうなるかってね、はい、はい、続いてもうきついよね、下出し決まっちゃったもんねはい、次が誰とは言いませんが、今すごい顔してます今長引くから全然普通で大丈夫、普通で、はい、翔太君よろしくお願いします。お願いします。そして、B 君こんばんは。こんばんは、いい声ですね、はい。で、ゆうすけ君と、だいぶ眠い時間になってきましたね、ゆうすけですお利口さんじゃない今日だから6人ではい、初じゃない6人なんて多いのは。あ、でも一回ほら、あの、なんだっけ、つねくんと、はいはいはい、あの、配信ライブやった後に5人と。あ、あの時はね、うん、ありましたね。はい。だ今日は、うん、あの、いつもの放送内容と、はい。変えまして、はい、配信ライブ直後なんで、ね、感想をね、うん、ホットなやつをもらおうかなと。はい、そうですね。ま、なるほど。どんちゃん、どうでした？いや、今日はね、うん、あの、入り時間をさ、あの、スタッフ側とメンバー側で分けて、やってみたんだけど、うん、すごいスムーズに進んだから、うん、確かに、ね。時間も、次回もこの、ああ、いいんじゃない、これを、うん、踏襲していこうかな。基本のね、はい、としてやってっていいんじゃない。あと楽しかったですね、うん。うん。途中、あの、なんか、あの、いろいろとトラブルがあるかなと思ったけど、あの、うん、大きなトラブルはなく。確かに。はい、進みましたんでよかったです。はい。はい。アパッチどうですか？はい。いや、今回ね、対バンっていうことでね、うん、初の配信ライブで対バンだったんですけど、うんうん、そもそも対バン久しぶりだったなっていうのがね。確かに。ああ。ちょっとあって。なんか、うん、終わった後に、お疲れ様でしたっていう感じが懐かしいみたいな。確かにそうだ、言われてみれば。ないもんね、ないね。うん、ライブ自体がね。そう、ないもんね。なかったわ。そうっすよね。そっか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 。新鮮な。しかもなんか配信ライブを、うん、コメントを打ってて、うん、それしたことなかったんで。ありがとうね、コメント見て。そうそうそう。楽しかった。楽しいコメントが来ましたから、ね。そうそうそう。タイムリーなコメントがね。そうですか。で、終わったで、お疲れしたーい、うん、イェーイみたいな感じが楽しかったですね。確かに。そうだね。新鮮な感じでした、ね、はい、翔太くん、はい、いかがでしたか？いやー、久しぶりの配信ライブ、半年ぶり、半年ぶりですよね、うんうん、そう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 、あ、こんなんだった、楽しいと思って楽しかったよね、楽しい、対バンで、ね、うん、あの、対バン相手の 方もすごくかっこいい演奏で、うん、かっこよかったね、マジで。なんか自分の予想より全然もっとかっこよかったから、すごかったな、うん、あれ一回見たことあんの？いや俺ないのよ。ないのか。ないんだけど、うん、あのほら、あの配信でもしたけども、うん、いつもあのテクニカルやってくれてる朝日、田中朝日がやってるバンドとはちょっと一回対バンしたいなと個人的には思ってて、うん、で今日できて本当によかったわ。はいはいはい、はい、だね、うん、よかったです。はい、 B 君、はい、B 君はまずジョニートーク初登場ですから、きっと。あ、おー、いらっしゃいまし、ぶっちしましたからね、私ね、なんかあったっけ、今日収録しますっていう、うん、欠席しましたから、ね、あ、そのスタジオ自体を、ね、確かね、そうだ、そう、あったわ、大変申し訳ございません。あ、大丈夫、その分あのアパッチ会すごい長かった。ああ、その時ですね。そうそう、ね、どうでした？そうですね、あの普通に内容も非常に楽しかったし、うん、いつもやってる配信の環境でやっぱり対バンがあったおかげで、うん、まあ、やっぱり脇からそれを見てるのとかはやっぱり面白かったかなと。ああ、そうだね、はい、確かにこうなってるんだねっていう、そうね、外から見るとね、そう、テクニカルのやってることとかもそうだけど、うん、でやっぱりどういう仕上がりになるのかっていうのを見られてるのが、まあ、やっぱり面白かったかなと思います。そうですね、ですちょっとだけマイク近づけてもらって、はい、ごめんごめんごめん、ハキハキしゃべりましょう、あの、まあ、ここに当ててるからね、大体ね、もうちょっと原因上げるから、ね、あ、まあ、はい、初なんでね、 B さんね、そうそうそう、勝手がね、でももうラジオ慣れしてないそう、カラオケでマイク話しがちだから、まあ、まあ、抑揚つけるよ、これはあのね、声でかいんですよ、ちょっとあの調整します、普通に、はい、ありがとうございます、まあ、ゆうすけ君は、はい、今日はね、とても自由度のある演奏しましたねそうだね、あなただって音出てなかった時があって、どういう風に映ってんだろうね、あれね、前衛的ですよ、ね、すごい動いてたけど何も聞こえないんですよ、そうそうそういや、遠くへ多分聞こえてんだけど、え、あれ何、最初からオフ
ったってこと？いやいや、最初はつけた。曲の間の時に余計な音入らないようにミュートをかけて、なるほど。それを外し忘れたっていうのは、はいはいはい、あんまないんですけど、ちょっとやっちゃいましたね。気遣いが裏目に出た。なんかさ、やってる時にさ、朝日さんがさ、後ろ入ってきてさ、ずっとなんかこう、ワイヤレスのさ、機材見てさ、え？こうなってやってさ、なんかうろうろしてが気になって、あ、そうだよな。多分音が出てないんだろうなと思って、思ってたけど。で、その後に さりげなく電池も変えたりしてたんですけど、まあまあ、なんとかなりましたね。まあ、だから故障とかじゃなかったですね。そうです、はい。うんうん、で、あとね、もう気になるのが、やっぱ対バンのね、朝日さんが、やっぱどんなギターすんのかなって楽しみにしてたわけですよ、ね。そしたら持ってきたギターがレスポールっていうシープギターを持ってきて。確かに。久々に見たよ。見たよ。レスポールを久々に。いいですよね。あいつはもうレスポール好きだからね。うん、すごい。で、かけるくんはどうだったの？俺はね、まず個人的には、今日来る時からの話しますけど、はいはいはい、あ、来る時だ、昨日アパッチに連絡した時からの話をしていいですか。はいはいはい、まず木曜日ぐらいに、今日の、じゃ車アパッチよろしくねって言っと連絡した。その話なんですね。はい、で、あ、わかりましたっつって、で土曜日になって、で時間を決めてなかったからさ、集まるさ、12時入りだから、11時ぐらいに来れるって言って、あ、車ってそういうことですか、すいません、昼まで仕事ですって言ったから、あ、俺は単独で行かないといけなくなったなと思って、で、今日はタクシーで8000かけてきましたよ。もうね、完全なる君の確認ミス。しかも、あのね、前回までに持ってない荷物を持ってるわけよ、今日は。自作のね、キャノンケーブルがさ、11本。11本。自作したすごいね。そう。で、それを、測ったの、カバンに入れて、これ何キロあるんだろうと思って、ツルタイプのさ、重い測りで、はいね、13キロってなったから、これをこっち背負って、で、マグナカートでさ、ガラガラガラってやつに、このパソコンとか、ミキサーとか入ってるハードケースと、あと普段のエフェクターボードを入れてやって、これついて大丈夫だろうかと思って、まともにできんのかなと思ったから、もうタクシーで行こうと思って。ああ、まあまあ、でもそう、よかったかもしれない。ケーブルはね、重いんだよね。びっくりだよ。すげえ重い、そう。長いから。長いし、だから俺も結局キャリーケースの中に HDMI いっぱい入ってるけど、はい、あれもやっぱり太くて重いから、でもあれでも必要最低限に抑えてますからね。一応ね、なんかあった時のバックアップも。プラスちょっとありますけど、ちなみにキャノンはまだ増えるからね。そうだね。だってドラムとパーカッション分しか作ってないから。そう。あとは。最終的にやから自分らの全部作るってことですか？そう。だから、計、24本。最終的に24本まで使ってるんで。そう。で、まあ、これから先また増えていくことを加味したら。まあ、30本近く。ぐらいあるから。なりますね。プラス、入れるだけじゃなくて、アウトも作んなきゃいけないから。そうですよ。オーダーメイドでね。長さもね、自分たちの都合のように切って、やろうかなと。あれ自作してくれたんだもんね。徹夜、一日徹夜した。そう。ハンダごてでさ、繋げてもらって。そうですよ。素晴らしい。いや、普通にまともに買ったらめっちゃ高いからさ。そうですよ。作ったら、作っただけでもでも3万弱ぐらいかな、今日分で。11本3万だったら、まあキャノンって考えたらまあ安いから、15メートルってこと考えると。15っすね。余裕で余ってたよ、今日。でも大事、なんていうの、次つくのは10でもいいかもしれないね、だからね。そうだね。あとは、アパッチの点数がどれぐらいね。今日はアパッチ、4チャンしか使わなかったけど、元でってさ、わがまま言ったらさ、もっと欲しいわけでしょ。わがまま、そうですね、言ったら8。何本？ま、10ぐらいあってもいいぐらい。それは厳しいな。何本あってもいいですからってやつですね。でもあれだよね、アパッチ用にドラムマイクがあってもいいなって思ったよね。欲しい。ドラムマイクあったらさ、ワンセットね、丸々。そう、取れるよね。確かに。そうだね。ティンバレスがね、ピックアップで取れたら面白いですもんね。そうです。ティンバレス今回ちゃんと狙ってないですからね。エアーで取ってるぐらいなんで。だから赤毛のその、ドラムマイクもう1セットあったら、7本あって2本コンデンサーだからさ、コンデンサーはまあ全体取るものとして、そうだね。全然5本あったらいけそうかなと思ったけど。そうですね。足んねえか。でもさっき10本って言ったもんね。まあまあまあ言えばですけどね。でも一回もうそんぐらい作っちゃった方がもう楽かな、後から足すより。すごい。だ運搬は一緒にやってもらうしかない。なるほど。そういうのが入ってきます。あ、分かる。じゃあ、はい、了解です。私の感想は、そっちの方が強かったよ。運営側のね。そうそう。運営側のね。でも楽しくない？なんかライブもまあもちろん楽しいんだけど、作るまで、
で俺なんか学園祭のノリだもん俺の中で。そうだね、うん、すごい。そうそう、準備して用意してみんなで協力してやってみたいなのは、うん、であといいのがさ、うん、残るのがいいよね、物がさ後で全部見返せるじゃんか、はいはいはい、確かに確かに。でなんか結果が残るっていうのはいいなと思って、うん、大変だけどさ、うん、機材とかさ自前で用意したりとか、あと、うん、人をこう手伝ってくれる人をさ、うん、あらかじめこう声かけたりして、うん、やるのも大変だけど、うん、なんかこうなんつうの、満足感というか充実感は普通のライブハウスでさ、オファーもらって出るとかよりは、うん、やっぱ違うものがあるな。全部作ってるからね、うん、そう。で、あとまあ、あとこれも強いなと思うのは、うん、明日の仕事のしたくなさ。なるほどね明日したくない。だ、先見越して私は明日休みを取りました、ね、はい、皆さんは休みです。まっすぐ目見て言われたただ、今年最後の休みです。あ、そうだ、こっからもう大変なんだ。こっからもう仕事は、ね、すごいな、老期大丈夫なら、2日ぐらいまで仕事ですね。え、年越しちゃうんです、ね、年越しちゃうんです、ね、そうか、書き入れ時なのか。書き入れ時ですね、うん、まあ、ですね、職種とか名前とか言わないけども、ね、それが大変なとこだもんね。ちょっときつい。アパッチは明日休みですね。休み、僕は。オビー君は仕事だけど明後日休み。ああ、なるほどなるほど。です。まあ、全然悪くないですよ。申し訳ない。仕事あったらダメってわけじゃないですからね。むしろ素晴らしいことだから。そうね。じゃあ、あと次回ね。うん、配信中に2月って言ったけど、うん、2月ってどうですか？近すぎるかな？ここで近すぎる？ああ、そういうことですね。うん。残り2名足りてないですけど。いや、まあ、まあ、これはまあね、ちょっとパフォーマンスして聞いてるだけで、うん、ちゃんと聞くよ。そう。全体内に流して、うん、はい。で、2月っていうスケジュール感が、うん、もう結構スケジュールキツキツなのかどうかのかっていうの、別にそんなことない？全然大丈夫です、ね。なんもないっす。2名大丈夫というか。ああ、わかります。スパン的にも2ヶ月ってちょうどいいとこではありますよね。2ヶ月ね、でもね、ちょっと。できれば1ヶ月ぐらいになりたいとは思いますけど。じゃあ金額やばいのよ。そう。毎回現実的な話が。あとなんか1回終わったら、もう次のこと考えないといけないでしょ。そうですね。だからなんかね、俺的には、三月に一遍ぐらいがいいのかな。だからちょうど三月に一遍じゃない ?12 月。そうね。12月。でしょ。で、5行って、8行って、また11とか、感じかな。まあ、そうだね。12とか11とか、そうそう。そんぐらいの方が。あと、まあ、まあ今回対バンさせてもらって、うん、スタジオ代が一番ネックなわけで、はい、でそこは分割できるからさ、うん、そういうのもいいなと思って。であとは何、対バンでいいなと思うのが、うん、あっちのバンドの見てくる人もこっちを見てくれるっていう形式になるからさ、ちょっと今後も俺は個人的にはね続けていきたいなと思うんで、なんか出たいバンドの人いたらぜひね声かけてほしいんですよ。僕ちゃんと動画も作りますから。なんだろう、例えば新谷くんとかさ、うん、いろんなとこでやってるじゃんか、とかね、このジョニークロのメンバーの中で別でやってるバンドでとかでもありだよ。新谷くんダブルヘッダー大丈夫なんかな。結構疲れると思うけど。いいんですよ。だから、ビー君とさ、一緒にやってるさ、サコミツ。サコミツ。あれ？いや、まあまあ、まあ。いや、面白いと思うけどね。ギターとベース持ってくんのかと思ったら結構ね。あ、ビー君がね。バンドあんまやないんだっけ？いや、でも、いや、年一しかやってんのか。いや、まあ、そうね、今度あるけど、まあ、そうっすね。まあ、なんかね、そういうのも、あの、ほら。でも全然、あ、でもわかんない。これが無理なんじゃないですか、あの人は。ああ、そういうことか、そうね、そう、それもあるか。あとアパッチはよそでやってるのとかあったっけ？よそでやって、もサポートになっちゃいますね。ああ、ね、そうね。うん、そうなんですよ。まあそういう経由でさ、連絡したりとかでもあるし、あと俺も、だって車までよく一緒になってた人たちとか、うん、誘いたいなと思う人はいる。うん。つねくんとかね。対バンにつねくんいるとかも面白くない？面白いですね。いいね。それもありだし、またね、改めて NSO とも一緒にできても面白いなと思うしね。うん。うん、今日なんか俺本当にね、うん、朝日参加してるし、まあ、全然間違いないんだろうなと思ってたけど、うん、なんか予想以上に良かったから、うん、またやりたいなって個人的に思うね。でもね、確かにいいバンドでした、うん、あれリハとかね、その辺はどうなるのかなって最初は思ったけど、うん、2バンド分やるってなったから、うん、カメラマンが大変かな。そうですね。うちらはほら、対バン相手が演奏中は割とこう自由じゃんか、うん、休んでられるけど、うんうんうん、あの二人はずっと腕がそうだね。だから15分の空き時間作ってよかったと思うし、うん、で意外と対バンがあるからっつって、うん、そんなにこうせかせかしなかったから、それよかったかなって思う。かもしんない。うちみたいに大人数を対バンに持ってくると大変だと思うよ、うん、あ、そうなるとね、3人組4人組ぐらいがちょうどいいんじゃないの、うん、
もしかしたら逆にもしかしたら同じ編成だったらマジで楽かもしれない。差し替えるだけ。そうそうそう。あ、でもあれだ、パーカッション同じ同じ使うよ、ね、これ使ってくださいみたいになってる。それ嫌だよね。でもそれはちょっとな、うん、ね、だ対バン相手も結構考えて、そうだ、ね、いろいろこう、うん、順番とかね。確かに。まあでも15分の転換時間だったら余裕で変えられるから、それもいいかなと思うし。うん、あ、終わりましたね。なんかいいじゃないですか。なのでまたね、これもし聞いて、あ、すげえ早めに来ちゃった。また、聞いていただける方で参加したいなっていう方は、実はご相談いただきたいなと思うんで、ぜひぜひ。うん、で、あ、まあ、ここに聞いてなくて、対バンのね、なんか一緒のメンバーで、このバンドやってるんで、行きましょうよみたいなこと言ってほしいね。うん。はい。ですね。うん。で、で、もう49はもうこんな感じでいいですか、うん、感想も聞けたしね、いいんじゃないですかね、うん、じゃあ50も引き続きここ出てもらいますよ。あ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします。あ、で一応まあ時間ないですけど告知だけパッとしちゃいたいなと思って、じゃあ次のライブ、そう次のライブ、うん、12月22日、そうですね、に、うん、ラゾーナ川崎で、ラゾーナ川崎で芝生のね、うん、広場みたいなところで、ルーファ広場、ルーファ広場、そうだね、そうだね、何その FF か、そこで、アコースティックライブを、そうジョニアコですね、うん、やります、うん、はい、ユースケ君とアパッチと、はい、翔太君と、うん、忘れなかった、今日配信でね、忘れなかった、ね、まさか聞いてなかったから、その日は腕時計で分かる、配信からこの間でぜひぜひ楽しみにしてください、はい、5人でねやりますんで、はい、それが年内最後になるから、はい、ジョニークロー、はい、まあ、一応ラジオもあるけどね、ラジオもある、うん、はい、じゃあというわけでね、はい、ボリューム49でした、ありがとうございました、ありがとうございました。